流泉寺の湯は、オークランド観光開発株式会社が運営する、日帰り温泉施設である。本店がある、愛知県の他に、関東地方や東北地方で、店舗展開している。以下、概要、歴史施設では、主に、愛知県名古屋市森山区で最初に開業した、流泉寺の湯について解説する。名古屋森山本店の施設入り口2018年の、リニューアル前の様子。 2013年7月撮影、流線寺の湯は、同社が1989年に、愛知県名古屋市森山区流線寺で開業した老舗のスーパー銭湯である。なお、開業当初は現在と異なり、天然温泉を使用した施設ではなかった。また、過去には口述のように同社が運営する、素オの湯系列の一店舗とされていた。各都道府県で規定されている。 公衆浴場条例における区分の中で普通公衆浴場ではなくその他の公衆浴場に属する純粋なレジャーを目的としたスーパーセントの元祖とも目されており名古屋地域におけるその後1990年代から2000年代にかけて全国各地にもブームは広がっているまた2000年には温浴施設としては初めて 高濃度の人工炭酸泉を同社が運営する6店舗に導入した。流泉寺の湯は、もともと同社が運営していた屋外プール施設、流泉寺ウォーターパークに併設する温浴施設として、年中営業されていた。しかし、ウォーターパークが2006年の夏季営業をもって廃業すると、同店も改装工事のため一時休業し、翌2007年12月には、天然温泉施設の 流泉寺の湯として単独リニューアルオープンするに至っている。同店の成功により、以降複数の地域において、日帰り天然温泉、流泉寺の湯などの名称で店舗展開されている。この節では各店舗の概要について記述する。系列店の全店舗で天然温泉を使用している。なお、各店舗における天然温泉の選出では、 館内に掲示されている温泉分析書及び公式サイトパンフレット等を参考にして、両要線の泉室名と浸透圧、液性、泉温による光線の分類を掲載している。中部地方名古屋森山本店の2018年リニューアル後の様子関東地方東北地方岩盤浴エリア一部店舗を除き朝6時深夜3時まで営業しており、天然温泉をはじめ、 広々とした炭酸泉、サウナ、低価格で種類が豊富な岩盤浴などを目玉にしている。また、朝6時から9時は朝風呂タイムとして通常より安い料金で入館でき、9時以降もそのまま滞在できる。名古屋森山本店のみ、翌朝まで滞在できる宿泊フロアを併設している。なお、入館料金、岩盤浴利用料金などは、 各店舗ごとに若干異なっているが、施設サービスの強化が図られている、八王子南屋店、草加谷塚店、湘南茅ヶ崎店、名古屋森山本店は、その他の店舗と比べて、少し高めに設定されている。全店舗とも、シャンプーリンスボディソープを常備、貸しタオルあり、駐車場は無料である。鉄道駅などから離れた立地にある一部の店舗で、 無料送迎バスの運行を実施している。ここは、お風呂のパラダイス、流線寺の湯ここはの別展地、流線寺の湯という流線寺の湯のテーマソングがあり、各店舗の館内 BGM やテレビ CM などで使用されている施設のロゴデザインは文字屋が担当している。AB 同社は、かつて統計列店の他に、スーパー銭湯の、スオミの湯を複数店舗展開していた。 しかし近年は施設の老朽化などで閉店が相次いでおり、2015年3月末には、名古屋市畜草区の今池店が40年の歴史に幕を下ろしたことで、同年7月末時点では、三重県津市にて同社が運営する複合アミューズメント施設、オークランドシティ内の天然温泉巣を実の湯を残すのみとなった。また、この他にも同社は、岩田七つ星や、 天然温泉規制の湯といったスーパー銭湯を展開しており、これらの店舗においてもアサブロを実施したり炭酸泉に力を入れるなど、統計列点で培ったノウハウが活かされている。1000ppm 以上の高濃度有利炭酸を発生させる三菱霊温製の装置で、医療施設などで使用されている治療用炭酸泉装置の姉妹品にあたる。当初は、リニューアル前と同じく、 スオミの湯流線時点という故障も一部で見られた。また、流線寺の湯に号点の豊田浄水店も当初は、スオミの湯豊田浄水店と故障されていた。同社が展開するスーパー銭湯の名称については、蒸気の注射区一致も参照。以前より増築されている。なお、リニューアルオープンの時点では、ウォーターパークにあったプール投稿範囲の施設の取り壊しは行われていない。 かつては、かけ流し天然温泉、流泉寺の湯と称していた。八王子南屋店やリニューアル後の湘南茅ヶ崎店でも設置されている、コミック、雑誌コーナーを拡充。当温泉には、温泉法の基準値以下であるが微量のラドンが、含有されており、2007年の温泉導入当初は、館内温泉分析書の選出名が、アルカリ性単純放射線となっていた。 高温泉分析法指針には、そのような潜質名は存在せず、その後に、アルカリ性単純温泉に修正されている。また、2018年のリニューアル前の温泉分析書では、泉質とその数値が、低調性アルカリ性高温泉となっていたが、リニューアル後の温泉分析書ではこのうち、潜音部分が高温泉ではなく、低温泉となっており、その他の数値にも多少の変化が見られる。 館内の温泉分析書に記載された泉質より、温泉の使用は露天風呂のみ、専温は厳選摂取43.8度、pH 値は7.9、温泉色はほぼ透明で無色に近い炭鉱色、ビコンダックあり。なお、オープン当初の館内の温泉分析書では、ナトリウムマイナス塩化物合情泉。 高張製から中性温泉とされており、店舗のパンフレットや公式サイトと選出の記載内容に相違があった。2018年11月30日より温泉を導入。なお、保健所に温泉の利用許可申請を出していたが、なかなか許可が下りず、採掘に成功していながら、開業から約3年間、温泉の利用ができない状態であった。また、 開業当初のわずかな期間だけであるが、横浜鶴ヶ峰店の温泉を当店舗まで運搬し、使用していた。草加市都市整備部への特定開発事業構想の届出等とその手続きが2012年9月より進められていたものの、その後に開始された温泉の掘削が難航し一時は撤退の可能性もあった。2014年7月に、 前述の都市整備部への届け出が再度行われ、同年9月に開催された地元住民説明会で開発の継続が公表された。プレオープン時に暫定的に貼られていた館内の温泉分析書より、なお、グランドオープン以降に貼られている温泉分析書のボードでは、なぜか、pH 値や線音などが表記されていた部分は省かれている。温泉の使用は露天風呂が ホタルの炭酸泉と王様の炭酸泉、内湯が俯瞰の湯とちびっこの湯。洗温は摂氏40.1度、pH 値は7.4、湯質量は300リットル、ふガス成のものを除いた、養存物質合計は14.37グラム、キログラム、温泉食は高褐色で、ほとんど無臭、鉄味及び塩味、ガス発生あり、厳選名は、流泉寺温泉。 湘南茅ヶ崎店は2017年のリニューアルを機に料金体系が見直されている。名古屋森山本店は2018年のリニューアルを機に料金体系が見直されている。駐車場は無料利用できる最大時間に制限がある店舗もあり、無料造芸バスは施設の当日利用者のみ利用可能となっている。 2018年12月に公表された大規模土地開発構想説明会実施報告書による情報では2019年7月の着工後、2020年8月末に竣工する予定であった。しかし、2020年5月時点の公式、Facebook による情報では開業予定時期を、それまでの2020年秋から2021年春に半年ほど延期。 さらに2020年10月頃から諸事情で工事を中断しており、2021年4月時点で工事完了は2022年1月を予定している。の、におけるのは店舗地名により省略される場合がある。例、森山本店は名古屋の別店地であるが、湘南茅ヶ崎店は茅ヶ崎別店地となっている。ありがとうございます。